BC 刑事、聞きますように。こんにちは、バリです。今日は川に来ました。ちょっと前かな、ここら辺にプロモーションがうんぬんって書いてあったかなと思うんですけど、少し前にカーンゴールリワードさんから一緒にお洋服作りませんかっていうお話をいただいていて、今までそういうの受けたことがなかったんですが、やりたいことがあったのでやらせていただくことにしました。これなんですけど、カンガルーちゃんが渓流釣りをしています。帽子とネットが私と同じ。そして私がやりたかったことっていうのが、こっちじゃない、これです。 BCKG と入っています。これをどうしてもやりたかったです。なんだかわかりますか？そうです、これは爆鳥機関です。爆鳥機関です。もしこれを一緒に来てくれる人がいたら、その人が爆鳥するように、私も爆鳥するように、そして釣りをしない方は莫大にいいことがあるようにっていうおまじないを込めてここに入れてもらいました。最近はピンクと紫の毛針を自作して作ってくださった方が超過報告などをしてくださっているので、コミュニティで皆さんにお伝えしたりもしています。盛り上げてくださってる方々ありがとうございます。もしよかったらこちらの方も皆さん覗いてみてください。で、今日はまずは私が爆鳥するか試さなきゃしょうがないなと思って、今日は爆鳥するつもりで来ています。 BCKG 聞きますように。 BCKG、魚はいないようです。あ、いた。いました。うわ、ただ気づかれたのでもう渡ります。ピンクと紫の妊婦を作ったので、これでやってみたいと思います。
落ち着く、落ち着いて、落ち着く、大丈夫、大丈夫、できる、よし。落ち着いて、よし、いけるいける、いけるいける、いけるいける、やった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 、ありがとうね、ごめんね、時間かかっちゃった、ありがとう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 ね、ごめん、今年最初の子だ、どこでも釣れるミミズです。うわうわ、よかったやったやってきた、やってきた、ちゃんとあっちでキャッチしてきました。あ、よかった今年一匹目、あー、やっと釣れました。長かった、4月から始めて6月に釣れました。なんかこっち側から簡単に降りれるって思ったら全然降りれなくて、こっち側から降りましたちゃんと釣れた時の道の確認をするのも大切です、大切ですよかった。今度はそこにしようと思います。めっちゃ良さそうでしょ、絶対釣れそうで、まだどこでもミミズを続行させます。ここもちょっと荒いからどこでもミミズにします今日はこんな感じでピンクと紫のどこでもミミズも作ってきました。次はピンクです。
ち着いて。なんて難しい。なんて難しいの。すごくいい感じだった。たくさん食べてくれました。釣れなかったのは私のせいです。いつもより早めに手前の方に流れてきてしまうので、テンションをかけ続けるのが難しいです。難しい。ちょっとそこ考えながらやらないと糸がちょっとパワーバーってなっちゃって、それでバレちゃいます。ちょっと飽きてきちゃったみたいなので色を変えます。なんか似たようなのがあったはず。このカラフルなやつにしてみます。ついに
に今シーズン初のお魚に会うことができて、しかもなかなかの大きさだったので大満足です。爆鳥祈願の効果もあったらいいなと思います。さてさて、今回使ったフライですが、やっぱこれはねチート級に素晴らしい。今日は沈めるフライも作ってきたんですが、体を紫にした私が作ったニンフは全然反応してくれませんでした。やっぱ釣れるニンフを負けるようになりたいですね。これがすっごい勢いで食いついてくれたので、これ作れるようになりたいなりたいし、マーカーにこう突進してくる子って毎回いたりするんですけど、なのでこれをピンクで作ったらいいんじゃないこれ作り方なんとか調べてピンクにして、これ中が白になってるから、まあ、でも下を紫にするとさ見えないのかな、魚。ちょっとそこも考えてやりたいと思います。ということで、枕かもしれませんが BCKG 私には効果があったみたいですまた次来る時までにいろいろと試行錯誤して準備してきたいと思います。ということで、今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。バイバイ手がもうねふやふやずっと使ってたから、ありがとうございましたやったね。